この癒しの湯にお浸かりになってください。戦に備え英気を養いたいでしょう。ああ、常に万全であらねば。ではこちらへどうぞ。湯に浸かるだけで身も心も洗われますよ。それにたびたび湯に入れば長く栄えて命を全うできると言われています。さあどうぞ。暖かくて心地よいですよ。母上は湯治に来た時すら髪を下ろしてくださらなかったな。なんという変わりよう。これで大軍にも打ち勝てましょう。猛虎軍すべての相手でも不足ない。礼を言う。もったいないお言葉。湯は島のあちこちにございます。お探しください。御養生は大切でございますよ。湯に浸かり戦に備えたお体をお作りください。お侍、そちらは酒井家の太刀では。詳しいよ。知らぬ者はおりません。それにしても聞きしに勝る美しさ、まさかこの目で見られるとは。竹を切る稽古か。懐かしいな。よろしければ一度お試しください。その太刀はまさに宝刀にございます。優れた刀鍛冶が仕上げたのでしょう。しかし腕を上げるには稽古あるのみかと。鍛錬を怠るべからずか。稽古台はいくつもございます。ぜひお探しになってください。ではお達者で。